ダメよ、ケイちゃん。思い出そうとしては。ゆめさん。ケイ、あんた、ちゃんと目を覚ましたんだね。サクヤさん。私はちょうど屋敷にいたんだけど、そしたらユメイのやつが血まみれのあんたを担ぎ込んできてさ。ごめん、心配かけちゃ。本当だよ、このバカ娘。四十九日もまだなのに、あんたがそんな危なっかしいんじゃ、マユミもゆっくり寝れないだろうが。あんたそんな風に綺麗に治ってるから危機感湧かないだろうけどね。これがなんだかわかるかい？ひどいだろう。めちゃくちゃだろう。硬い携帯がこうなんだから、やわいあんたがどうなってたのか考えるだけでゾッとするだろう。もしかして私が脅かしすぎたのかい？違う。美穂子ちゃんに電話できないって思ったら急に。ああ、そんなことで泣くんじゃないよ。電話したいなら私の貸してやるからさ。そうなんだけど、なんかね。いいのよ、ケイちゃん。そういう時もあるわ。ユメイさん、当たり前だけど、体がある。ちゃんと柔らかくてあったかい。まだ昼なのに、その格好。ええ、ケイちゃんからもらった力のおかげよ。はい、ケイお姉さん、お水です。私、若杉つづらと申します。こっちの白いのが相棒の尾花です。
訳あってしばらく前からこの家に投入させていただいている不法入居者でございます。てっきり空き家だと思っていたところ。ケイは疲れてるんだ。それぐらいにしときなよ。了解しました、サクヤさん。油は私が絞っといたからもういいだろ。うん、別に構わないよ。私も忘れてたようなところだし、かえって掃除とかしてもらっちゃったみたいだし。いきなり迷惑かけちゃったみたいだけど、よろしくね。ケイお姉さん、ありがとうございます。まだあとしばらくご厄介になりますけど、ご用途あらば掃除洗濯布団の上げ下げ何なり構わずお申しつけてください。お手柔らかにお願いします。それあんたのセリフじゃないだろうに。それよりケイ、あんたの今の状況はユメイから聞いたよ。うん。とりあえずのぞみとみかげがまた襲ってきたりしたら他の客の迷惑になるね。うん。今のあんたを運び込んだら人のいいおかみさんはそっと押しちまうだろうし、ユメイだってこっちの屋敷の方が馴染みがあって動きやすいだろ。そうですね。旅館に宿泊するとなるとお金も相応にかかりますし。どうしたのケイちゃん。ユメイさんってお柱様なのにすごく庶民っぽい。そうね。水が器に従うように人の生き方も物のあり方も形に縛られやすいものなのよ。こうして人の形になった以上、私も人の断りに縛られたりするの。じゃあいつもみたいに消えたりは。これだけ安定しているなら出たり消えたりよりはこのまま維持した方が負担は少ないの。そのままの格好で一緒にいてくれるの？ええ、そうね。しばらくはこのままよ。すごい、すごい。ケイ、何だらしのない顔してるんだい？え？だらしないって。ケイお姉さん、顔に締まりがないですよ。でも、ケイちゃんにはそういう顔の方が似合うわ。まあそういうことだから、あんたと私の部屋と荷物を引き払ってくるよ。じゃあユメ、頼むまでもないだろうけど私がいない間のこと。任せておいてください。あー、さてさてさて、私も暗くなる前に一仕事済ませるですよ。仕事って何かあるの？急に賑やかになりましたから、少しばかり生活環境の改善をしようかと。幸い昨夜さんの車に工具や資材がありましたので。何をするの？それは開けてのお楽しみです。うまくいかなかったらぬか喜びになってしまいますから。それじゃあおばな、行こう。
ケイちゃん。もう少し眠ってちょうだい。ほら、そんな顔しないで。今のケイちゃんに必要なのはたっぷりとした休息よ。体についた傷はすっかり治してしまったから、あとは休んで癒すしかないの。大丈夫、ケイちゃんが寝ている間にいなくなったりはしないから。なんならずっと手を握っている？おやすみなさい、ケイちゃん。おやすみなさい、ゆめお姉ちゃん。おはよう。ではないわね。こういう時はなんて言うのかしら。顔色も少し良くなっているわね。少し？だいぶ良くなってるんじゃないかな。もう普通に動けそうだよ。でも、まだ無理をしてはダメよ。全然無理はしてないよ。これ以上はご飯食べないと治らないんじゃないかな。そうね。何か食べるものがないか、サクヤさんに聞いてみるわ。サクヤさん、もう戻ってきてるんだ。ええ。あれからずいぶん経っているもの。もう外も真っ暗でしょ。それじゃあ、ちょっと待っていてね。あの、ユメイさん。なんでもないのよ。少し足がしびれただけだから。足が？もしかして私が寝てる間ずっと座ってて。いいのよ、別に。だけど、こんな感覚があったなんて、すっかり忘れていたわ。違和感の原因は。
何が違和感なんですか？つづらです、つづら。蛇やお化けの入っていないお宝ぎっしりの小さく軽いつづらとお覚えください。植物のクズです。クズ湯、クズ餅、クズ桜のクズの字ですね。それでケイお姉さん、何かおかしいところありますか？あ、ここって電気使えるんだっけ？そこを少々細工しまして、水も出るようになりましたから、生活がぐっと楽になりましたよ。そうだね、水と電気があれば普通に生活できるよね。それは随分と見通しの甘い考えだね。とりあえず三大ライフラインのうち料金未納で止められる順番を考えてごらんよ。電気、ガス、水。そっか、ガスが抜けてるんだ。そうなんですよ。ガスも調べてみたんですけど、ボンベで配給されるタイプだったんで、いじったところでない袖は触れないんですよね。でも電気よりガスの方が重要なの？人間は火を手にすることで文明を手に入れたんだよ。今じゃ電気が何にだって化けるけど、それだって充実した電化製品あってのことさ。さて、銃がそれなりに片付いたところで食としようか。ケイも食欲があるみたいで何よりだよ。はい、ケイちゃん、好きなのを選んでいいそうよ。これ買ってきたの？私の車の常備品さ。そうそう、あんたは体が弱ってるんだから、賞味期限が切れてないかちゃんと確かめるんだよ。はーい。お赤飯とか炊き込みご飯以外に白いご飯もちゃんとあるんだね。カレーを赤飯にかけるのあれだしね。まあそれもそれほどまずくはないんだけどさ。ハンバーグとかも美味しそう。そうね、お肉を取った方がいいかも。それとほうれん草なんかはないかしら？ほうれん草入りのグリーンカレーならあるよ。じゃあケイちゃんはそれにしましょう。うん、ハンバーグカレーとかは普通にあるけど、あのカップ麺とかないですか？いくらまともな調理はできない状況だからって、病み上がりにインスタントを勧めるか。